ミさんお疲れ様です雪のね、災害といいますか、雪による生活の不便っていうのは、私たち、瀬戸内海側に住んでいる住民としては、なかなかね、捉えかねえるところでございます。想像はできますしね、やっぱり雪国の暮らしは大変だなと思いますけども、まあ、私、広島県の海沿いに住んでいてね、あの、タイヤですら履き替えたことがないですからね。 ずーっと購入した時のタイヤのままずーっとやってますんでスタッドレースタイヤとか冬用のタイヤ全く必要ないんですよ。というのが雪なんてもうここ十数年20年近くまともに降ってませんしね寒い日はありますけどもああ寒っと思うぐらいなんですよ。<ー>でそう考えていくと広島県や岡山県っていうのはね県北の中国山脈沿いってのは雪が積もるんですよ。そそれこそ 中国山脈のもっと向こうの方の島根県とか鳥取県っていうのはやっぱり日本海側ですよね雪がものすごく深くなったりするんですよねで山道も閉ざされたりするんですけどもうんとりわけこちらの方は何にもないですねだから多少寒いだけでもう冬は越したかなっていうような状態でございます、まあ、ですんでね雪の映像を見るとああやっぱり豪雪地帯と言いますか これを乗り越えて日々の暮らしを送ってるその対応力には、まあ、本当に頭が下がる思いでございます。で以前、えー、岡山の、えー、西和クラ倉村というところにねいらっしゃる山根さんという方が、まあ、雪国の動画を送ってきてくださったりとか雪にねこう飛び込んだりとかねそういうのがあったんですけども本当にそれしかもう答えが言葉が出ないんですけども雪国の暮らしね まあ本当人っていうのはどんなところでもたくましく生きていくんだなっていうふうに、うん、思わざるを得ないかなと思いますでちなみに私がね今のこの場所に住まいを置いたのも自然災害が少なくって南海トラフグ地震が起きてもお災害被害がダイレクトにね来ないようなところとかっていうのを選んだんですよで非常に住みやすいところですし地域は安定してますし津波のも来ないし土砂崩れもないし 地盤は硬いしで物流も滞る可能性が少ないかなというところで、まあ、自分のね今いる土地を選んだんですけどもね、うん、やっぱりこう雪,に雪国っていうのは魅力あふれるところではあると思いますけども定住するとなると、ね、いろいろととなねご不自由まあいろんな事情でお住まいになる土地っていうのは決めると思いますけどもその中でもね あああこここにいててよかったった思思ううととみんなあると思うんなるですよ、うん、だからそういったところが郷土愛になっていくのかなと思いますし辛く苦しい雪国の暮らしもね昔からありましたけども、うん、でもそこに温かい人の営みがあるってこともまた変わらないのかなと思います。 まあ今回はね、鳥り留めまないような動画になりましたけども、<laughs> そんな形で <laughs>、今日ビジネスの話でも何でもないんですけども、ナ、え、ミ、ー、さんが目の前にいてね、いっちゃおう、えー、一緒にお茶を飲みながら話しているような感覚で、トークさせてもらいました。映像の方、ありがとうございました。ご安全にお過ごしください。それでは本日もよろしくお願いします。